フランプアーティスト集団トイスワーです。はい、ユースです。キートです。ベイビーです。ソウジャ。はい、本日も始まりました。はい、テックスルーム。イエーイ。はい、ね、ここまで自己紹介やら、はい、髪の紹介やら、はい、いろいろやってきたんですけど、はいよ、お前ら一体なんなんやと、ダンサーなんやろと、ダンサーなんやろと、はい、そろそろ踊り見せんかいと、あらららら、ちょっとね、あの温かい声が、おのちゃん聞こえてきたよ、聞こえてきた、しますので、聞こえるよ、気がね、気がしてきた、はい、ですが、ちょっとただ踊ってても、はい、グランプの曲はなんだか分かりやせんと、分かりやせんと、はい。ユーたちはダンスのプロなんやろと。あ、いや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 、ね、グランプリ自信あるんやろと言っちゃったね。はいはいはい。なら国民的な歌とかね、うん、どんな曲でも踊らんかいっていう。ああ、なるほどなるほど。電書バットが飛んできます。電書バット電書バットとヤブミが、ヤブミが飛んできます。ヤブミね。はい、っていうお声をいただいたような気がしますので、はい、はい、はい。なので、うん、今回の企画、はいよ、世界一のグランプチームはどんな曲でもグランプできるのいいね、わかりやすいね。はい、はい、もうザ、そのまんまのタイトル通りでございます。はい、はい、多少ルールをちょっと説明しますと、はい、皆さん普段グランプを踊るときにね、はい、あのグランプの曲とか、まあバトルとかでもダンスが踊りやすい曲で踊ってるとは思うんですけど、はい、今日はちょっと踊りにくい曲とか国民的なちょっと流行りの曲をね、メンバー分ご用意いたしました。おい、はい、なので、今からくじを引いていただいて、それぞれに番号と曲が書いてあります。はい、それを1人ずつ即興で踊っていただきます。いや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 、すごいね、はい、すごい企画だね。すごい企画ですよ、ね、なんてこった。ちょっとうまくいかなすぎたらボツになるかもしれない。まずいかもしれない。いいよ、いいよ。はい、それで最後に、うん、はい、一番ダメだった人をみんなでこう指差して選んでます。ダメだった人選ぶ。ダメだった人選ぶ。ダメだった基準はちょっと難しいんですけど、うん、まあ自分の感覚で大丈夫です。うん、面白かった部分でも、でもちゃんと踊らなかった部分でもいいですし。ダメな人選ぶ。で、その一番票が多かった人が最後に罰ゲームをしていただきます。あら、罰ゲームだ。はい、罰ゲームはまあ最後のお楽しみということで。はい。あー、はい、怖い。了解です。了解しました。はい、じゃあ、早速行きますか。はい、行きます。どうやって決めるんですか。くじ引きでございます。おいよ、先ほど説明しましたので、ちゃんと聞いてください。確かにちゃんと聞いていただきをお願いいたします。はい、はい、はい、せーの。はい、取った取ったよ、取ったよ。はい、はい、せーの。はい、はい、これ今見るの。今見ます。で、一番だった人から。あ、怖っ、これ読めねえ、なんでこの字だったこれ。はい、まず一番だった人。ああ、いいらしいから。トップバッターいいらしいってだからね。ああ、マジかよ。じゃ本見せていただきます。じゃあ行きましょうか。早速一番見ていきましょう。果たして何て曲がかかるのか。はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。太一くん、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。一発目デュース。はい、それでは行っていただきましょう。何て曲だ。もっと近い。早いの、あれね。入れてかないか、そっち入れてかないか。いや、良かったと思います。はい、ありがとうございました。
じゃあ2番目の人、はい、じゃあ2番目いきますか、はい、2番目の人、はい、おー、はい、俺ですね。じゃあ、そのさん、じゃあ、早速いってもらいましょう。俺2番目いきます。ソルジャーさんで、レッツゴー、はい、激アツだな、これ。何でやればいいのかちょっと迷った挙句あんな感じのノリになっちゃいました。いや、この手だよ、指の爪の先までもう、もうふざけすぎた。まあでも意外とクランプ多分、まあちょっと真面目にやろうと思ったらいけるって感じで、なんのああいう感情こもってる系はもしかして , 笑っちゃったもん、みんなの笑ってくれて , 笑っちゃった。ありがとうございました。はい、はい、では続いて、はい、続いて3番目どなたですか。キットウィークス、キットウィークス、はい、キットツイークスのトモさんでございます。はい、では緊張する、行っていただきましょう。はい、トモさんのダンスです。どうぞどうぞ。はい、それでは行っていただきましょう。何をくキットツイークス、レッツゴー、レッツゴー。はい、早いな。さっきの曲来ました。はい、やりよう、レッツゴー。はい、やりよう。なんかそうだね、結構ね、出してきたな。出してきたね、うん、なんかやばい、観客であれいなくなっちゃった。いや、マジでいなくなっちゃった、いなくなっちゃったもんね。歌詞でもなんかあってて、なんかそれが私、それが私、知って歌ってるな、みたいな。いや、めちゃくちゃ良かったと思います。ありがとうございます。さあ、はい、続いていっちゃいますか。続いてラスト、では、はい、ラストの方どなたですか。マヤ。はい、はい、マジか、いっちゃうか。さあ、行っていただきます。行きましょう。では、エリーさんのジャンスです。はい、Let's go。 そうだ、はい、それではベビーさん、行っていただきましょう。はい、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。あー、テイク、あ、入って入って入って。ああ、本当ですか。本当なんだけど。
いや結構みんな良かったですけど、これ最初にね罰ゲームをやるって言っちゃったので、ちょっと一人を決めなきゃいけない。こんなに努力したのに、ね、悪い人決めるんだよね。あと指差し、指差しです。指差し、はい、みんな目つぶってやるのなんか。いや普通にせーので指差し。せーので目開けてる状態。はい、で、はい、その多くあった人が。罰ゲームは決まってから、はい、決まりましたでしょうか。はい、はい、決まった。ダメだったっていうわけじゃありませんね。これは別にもう良かったんですけど、良かったんですけども、はい、ですけどっていうところでございます。あ、決めた、はい、決めた、決めました、決めました、はい、いきます、はい、せーの、ボン。あー、大地だ、大地だ、大地だ。いやみんなかわしてたからな。決まりました。いやいや、よかったよかったよかったけど。わあ、よかったが、しかし。いや、審査金じゃない。わかんない。なんだろう。俺的には、いや、よかったけど、やっぱみんなのこのパンチ力がやっぱちょっと強かった。いや、そうですね。ああ、なるほど。まあまあまあ。曲の問題もね。タイミングの曲もあるよね。まあ、1話目っていうのはありますね。そうだね。よろしかった。俺は、これ多分指さされる時点で、あ、俺かなって思った。なるほどね。ちょっと、まあまあまあ、残念ながら、はい、思いました、自分で。第一は誰でしょうか。俺、トモさんです。あら、なんで。いや、これは、まあ、俺だろうなって思っときながら、俺は嫌だから、一応、うん、なんか、なんか先輩一人怖いから、殺されないだったらいいでしょ、みたいな。ちょっと怒られない。まあ、いいやつ。はい、というわけで僕でございました。はい、じゃあ罰ゲームは自分で発表してください。はい、今からこのスタジオ内にあるものをそれぞれ一つずつ持ってきていただいて、はい、3発モノボケを。ああ、いいね、いいね、いいね、面白い。じゃあみんな持ってこようか。はい、はい、お願いします。じゃあ僕の3発モノボケです。はい、一人ずつどうぞ。ぬいぐるみや。トゲピ、トゲピ、マルピ。はい、次、はい、次、はい、お、なんだ、はい、もっと。
はい、ありがとうございました。ありがとう。いや面白かった。よかったよかったよかった。いい企画でしたね。面白かった面白かった。最初ちょっと不安でしたけど、不安でしたけど、ボツにはならなそうだね。はい、うん、僕は散髪ギャグを含めてこう皆さんと並んだ感じですかね。ようやく並べましたかね。まあようやくそうだね、はい、同じレベルまでいけたかもしれません。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。この企画いいですね、たまに。この企画ちょっと、面白い。もう一回いいんだもんね。第2弾、いつかやります。はい。はい、じゃあ、次回はまた別の企画をやっていきますので、はい、ぜひチェックしてください。はい。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。せーの、クランピース。